吉光広斗さん、住岡里奈さん、渡辺小梅さん。園田愛華さん、生田智子さん、小西舜監督です。改めまして、天の川のスタッフキャストの皆様です。皆さん、もう一度大きな拍手をお願いいたします。 それではお一方ずつご挨拶を頂戴したいと思いますまず福地さんからご挨拶をお願いいたしますはい。えっと、本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございますえっと琴浦しおり役をやらせていただきました福知桃子です本日はよろしくお願いしますありがとうございます続いて吉道さんお願いいたします薬師間の医師 天野和彦をやらせていただきました吉光博人ですよろしくお願いいたしますありがとうございます続いて住岡さんご挨拶お願いいたしますはい。屋久島のペンションでアルバイトをしている、えー、白鳥奏役を演じさせていただきました住岡里奈と言い,います、えー、そして主題歌と劇中歌を制作を担当させていただきましたよろしくお願いしますありがとうございます,います続いて渡辺さんお願いいたします はい、しおりの友達役を演じさせていただきました、えー、青柳真子役を演じさせていただきました渡辺孝明ですよろしくお願いいたしますありがとうございます続いて園賀さんお願いいたしますはい、えー、主人公しおりの友人、えー、犬川幸早役を演じました園田愛香ですよろしくお願いしますありがとうございます続いて生田さんご挨拶お願いいたしますはい え主人公、えー、しおりちゃんの母親役後藤原さとみをやらせていただきました生田智子です。よろしくお願いいたします。<laughs> ありがとうございます。小西監督お願いいたします。はい。えー、天の川のえっと監督えっと脚本させていただきました小西春と申します。本日はお集まりだけありがとうございます。 ありがとうございました短いお時間ですが続いて作品について皆様に伺ってまいりたいと思いますまず福地さんにお伺いいたします本作が映画初主演作となります心をなくした少女という役どころを演じられましたがいかがでしたでしょうかまたえっ、ー、とロボットはお持ちですよねはいそちらのロボットについても少し触れていただけますでしょうかはいえっと今回普通の女子高生の感じる ですかね、あの葛藤だったり普段の日常での些細な問題や家族でのコミュニケーショントラブルだったりそういうことを、えっと、そういう些細な問題にテーマをあえて当てて考える時間がとても多かった作品だったので向き合うことができてあの普段の自分には考えたりすることのできないような。 ことをたくさん教えていただきました。あとこの手に持っているロボットは劇中でもたくさん出てくるんですけど、あの心を閉ざしてしまったしおりに唯一心を心の拠り所を与えてくれるそんな存在になっております。はい、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、バッチリです。はい、わかりた。ありがとうございます。<laughs> 続いて生田さんにもお伺いいたします。はい 私があり,ありがとうございます。ありがとうございます。続いて生田さんにもお伺いいたします。はい、福地さんの演じるしおりの母親役を演じましたが、はい、本作に参加されたご感想をお聞かせいただけますでしょうか、はい、えー。私も実際あの普段母親をやっていますので、えー、この役をやりながら、えー、自分は母親としてどうなのだろうかとか。あの実際いろ考えながら演じさせていただきました。えっ、ー、と。 ももちゃんの本当にあの初出演初主演の映画に私も本当に携わることができて先日、私たちも視野を見させていただいたんですけどとても頑張っていてあの作品もそうなんですけどももちゃんの頑張りに感動いたしましたのでえと本当によく頑張りましたというかあの本当に母親の気持ちになっていました。はい、ぜひあの楽しんでごご覧になってくださいいありがとうございます 続いて監督にもお伺いいたします。はい、あの本作は監督自ら脚本を手掛けられていますが、はい、あのある方との出会いによってこの物語が出来上がったとお伺いしております。はい、本作に込めた思いを改めてお聞かせいただけますでしょうか。はい。えー、2014年ですね。まあこのロボットの出会い、そしてえっと障害を抱えたバンダユータさんというね岩手の盛岡にいらっしゃる方。えー、その方が私にまあ勇気をくださいましたし、えー、まあ私たちどうしても体が動けるって当たり前なね感覚ですけど。 障害を持っている方でもやはり社会に参画できる、まあ、そういうようなことをぜひこの映画に込めていろんな人たちが助け合っていけるそういうなんか社会がもっと広がるといいなという思いでこの映画を4年近く制作を続けたで今日に向かたという次第でございますありがとうございます。監監督督皆さんあ監督 はい、皆さんこれからご覧になりますのでもう少しなんか映画のこんなところにあ、ね、あの注目してほしいなすいませんこれは台本にないことだったんです <laughs> い,やいや嬉しいですあの巻いていかなきゃいけないのかなと思ったんで今回はですね,ですねあの通訳が同時通訳でお時間が少し余裕がございますのでもう少し語っていただければと。はい えーと主人公のしおりちゃんというのはやっぱりこう心をなくしている私もえーと東京にいてです,ねすごく便利だなと思うこととやはり東日本大震災で福島の南相馬にボランティアに行った時にですねやっぱり東京で生活していることが当たり前だと思っていたことが実は違った視点で見えるなということに気づいたのが1つのきっかけです。自自分自身もやはりこう親子の 葛藤と言いますか父親と仲が悪い母親と仲が悪いそして大人になって全国いろんな方々とお話していると意外とまだ親子関係の,その葛藤だったりすれ違いってたくさんあるんだなと思った時に日本をこう支えてくるのってやはりお子さんだったりとかこれから未来をね背負っていく学生さんだと思うんですけれどもその方々がやっぱり心が自由であってこんなことやってもいいよね。 どんな失敗してもいいよねっていうふうな大人がどれだけその子たちをまあ認めてあげたり共有できるかっていうことで多分社会がプラスになっていくんじゃないかなっていう実はちっちゃい頃から思っていたことを映画監督として作品でメッセージを込めた時に今の日本にこれを伝えていきたいっていう自分自身のアンサーがこの天の川に込められておりますありがとうございました。ありがとうございます、はい そして、あの本作はですね。鹿児島と東京渋谷区の協力のもと制作されています。吉満さん、渡辺さん、園田さん、住岡さんにお伺い、あの現場の風景というか、現場のエピソードなどをお伺いできればと思うんです。けれども、どんな現場だったのか教えていただけますでしょうか。吉満さんから行きましょうか。えっ、ー、と宿泊していたホテルがね。何もないところなんですよね。<laughs> 本当に何もないんですよ。街灯一本ないんです。 だから自動販売機もないんですよ、もちろん外へ出ると真っ黒なんですよ、あの皆さんあの都会の明るさっていうのに慣れてるんですよ、指先が見えないんですから、その代わり満天の星、あとは真っ白な砂浜と波の音だけです、やることがないんですよ、2>, <laughs> 2日目ぐらいからロビーでね焼酎が山ほど置いてあるんです、なんだか知らない、えー、スポンサーさんですかね。ね 住田さんね、住岡さんでした、ごめんなさいね、住岡さん。では、だから、あの、焼酎を飲みながら、コミュニケーションを図ってたんで。あの、あそこの芝居どうするとか。結構真面目にやってましたね。はい。あの、話、してましたね。はい。夜遅くまでね。そう、あの、焼酎飲みながら、スクワットやったりね。なんだか、よくわかんなかったですけど。真っ暗でね、やることがなかったんですよね。そう、外には遊びに行けませんでした。家の中で。 はい、はい、女子高生に変わりましょう、はい <laughs> はい。えでもなんか私たちも一緒に鹿児島県に行きたかったんですけど。た私たちは渋谷区担当と言いますかあの、はい、本当に学生役でね、はい、あの参加させていただいたので一緒にこう絡みがなかったじゃないですか。すコンプライアンスの問題だと思います。いやいやいや,いや <laughs> コンプライアンスあるんですか。おじさんがねあんまり若い子に近づくとダメなんですよね。<laughs> <laughs> そんなことないですよあのでも。 そうですね、あももこちゃんとはね一緒にこう撮影もさせてもらってすごくこう普段それぞれがこうそれぞれの生活をしている中でみんな集まって学生役っていうのが新鮮ですごく楽しく撮影させていただきましたあ私ですね、次 <laughs> <laughs> お,ねお願いします,ますよ、ね、私は撮影の日が12月とかすごい寒い時期だったんですけどなんかシーンが5月6月ちょっと あの何て言うんだろう？ちょうどいい感じの寒さだったので、ね。すごい。寒かったからすごい。スタッフの皆さんが優しくてお餅をくれたり、なんかストーブとかカイロとかくれたりして、とても暖かい現場でした。<laughs> <laughs> ありがとうございます。住岡さんももう一言いただけますか？はい、はい、あのー、初めてこういう映画。の 出演させていただいて主題歌も書かせていただいて本当にあの屋久島に行ってから書いた曲だったのですごくその映画のイメージだったりとか人とのつながりとかも描けたかなという本当に人生にとっても私の人生にとってもいい経験だったなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。それではあっという間にお時間が参りました最後にもう一度福地さんから皆様にはい、はい、最後に一言メッセージをお願いできますでしょうか。はいえっと、うん 本当にこの映画を見て何を感じてもらいたいかなと思った時に本当に日常の些細なことだったり当たり前の生活をなんかどっか振り返る瞬間がどこかにあれば嬉しいなと思いがという思いがすごく強かったです。なんかこう劇中ではあの屋久島 が舞台になっているんですけれども屋久島の自然であったりそこで出会う大人の方々だったりなんか今こ,うこのロボットがすごく最新でいろんな分野でいろんなことが進化している中で自然と関わるっていうあえて自然と関わるっていうところをすごく大事にした作品になっていますそんなところも見ていただけたら嬉しいと思います 本日は楽しんでいってくださいありがとうございましたありがとうございますバッチリですはい <laughs> 客席の皆様向けのフォトセッションに移ります10秒間程度なんですけれどもあのこの皆さんをしっかり写真に収めて映画を見た後の感想も添えて、はい、SNS なのでご紹介いただければと思いますカウントダウンします、はい、すいません5秒経ってしまいました4 3 2 1 終了ですもう短い時間ですけどすみませんでした。